6月16日に九州にアメリカの飛行機が飛んでまいりました。さまざまな教訓を我々は得たと思っています。何を我々はあれから学んだかというような点について、いわば防空の要定というような点について各からちょっとお話しします。先般の北空襲に対する敵の空襲はですね、飛行機の機数も少ないです。それから焼夷弾と全く使用しておりませんから、全くこれは一つの得意の例と見なきゃならんと。したがって1回の体験をですね持って全般的にこれを僕すると、あるいは全部教訓にするということは通しなきゃならない。ただ一貫しては要定として考えるところは、兵卒当局のこの指針に基づいたですね、準備を周到にする、それから訓練を正当に繰り返しておく。第二に、空襲に対しましてその被害を最も少なくしますために政府と知られましても、いろいろとその期間なり設けになっておいでになると思います。それらについて、お話し願いたいと思います。そしてこの被害軽減の目的から申せば、工場とかあるいは停車場、人の一瞬するようなところの建物の除却、あるいは人口疎開、あるいは消防活動のための道路を広げるとか、通知貯水槽を作るとか、たくさんのことをやっております。挙げて最近この全国にわたりまして防空監視省の網を強化しまして、いち早く敵の行動を捉えようということをやっております。なお重要な地区に特別な警備隊という組織があります。これは巡査の精鋭をすぐって結集します。軍隊的な編成を持って、何時でもこれが重要な方面に活動ができる。第3に、空襲非常時間におきまして食料を中心といたします耐久機構というものにつきまして、かなり国民の間に関心があるようでございます。これにつきまして、お伺いしたいと思います。政府としましてはね、米とか味噌とか主要な食料品につきましては十分の量を整えまして、これを重要地区の各方面に分岐して貯蔵しています。したがって現在におきましては、国民にこの食べる方の問題でですね、非常時間に空襲を受けて、すぐ迷惑かけるというようなことはないと思います。誠にどうもいろいろとありがとうございます。お話を伺いまして、国民はますます一致団結、最後の勝利に向かって爆心することになります。私もお礼申します。敵が空襲にやってくる以上は、軍も官も民も差別なく無差別にすると思います。したがって、負担と言わず、空襲かと言わず、誰一人傍観者を許しませんから、どうぞ空民諸君におかれましても、普段から積極的にご協力ご支援のほどをさすがお願いいたします。どうも失礼いたします。安藤長官の言葉はいかに国内戦場に生かされているか。疎開もまた戦力である。敵アメリカは北九州の空を襲った。サイパンには日夜激闘が繰り返され、硫黄島の空も激しい戦闘の場となった。この時何のためらう必要がある。後を限り小屋は校戦時疎開学園に送ろうではないか。防空戦力を増すために、何でもいいところがあった先生にご相談してね、先生が委員長してたら先生何でもいいと中野区の児童たちが山梨県へと出発することになった。お父さんお母さん元気いっぱいに勉強してきます。みんな正しくはない、うんと勉強しよう。それがお国に尽くす道であり、親には法の道となる。さあ行こう。
明けてもくれても我が国土のつづ裏々に真剣な無数の眼が空を見張っている。あらゆる地域に細かい緊張の網の目を張れ。警報は警戒だ。テイとは言うまでもなく最も大切な地域である。これを守る警備隊の一大隊。防衛部ですか。こちらは中央大隊。ただいま警備司令室の配備完了。終わり。警戒警報すなわち参集。あらゆるものを投げ捨てて警防団員の果敢迅速な活動の時が始まった。維新三馬のテイトにおける非常参集だ。いついかなるところに災害が起こるとも貴重な人命はしっかと預かる。まさに第一声への精神部隊だ。到着人54名死亡を得た。配給停止隊18名ただいま配送員に到着いたしました。ご苦労。警備隊は待機している。命令を待っている。連絡終わり。よし。敵機現る。吹き流しはスルスルと入れ替わった。いよいよ空襲。備えは良いか。大切な坊やの防空服装は。さあよろしい。落ち着いて沈着に。警防団員の指揮により横穴防空壕へ退避せよ。目鼻口忘れずに耳には線を詰めてください。敵も命がけだ。許す限りの爆弾を抱えている。若干の被害は避けがたい。出動命令は下った。消防隊。の消防活動。応援に来た。隣組は直ちにその指揮官に入れ。再び安藤長官の言葉に顧みる。いわく食料に関しては心配なし。例えば東京の綿の配給挺身隊を見よ。第八車、リアカー、自転車、何でもよい。いかに速やかに兼ねての用意を見せるか。ここにもまた決死の人々が非常食料を守って揺るがぬ体制を示している。警備隊警防団の死傷者救護救出。医師は適切な救護作業に脇目も振らず頑張っている。みんなで集合して。
ナビストを行ったにもかかわらず、なおかつその感激を塗って空襲火災は避けがたい。猛烈な火の手の先手を打って破壊消防で食い止める。せるものを取り除き、警防団も道路を開く。道をつけて活動を容易にする。本部長命令、水産隊長は約2000の被災民に対する水産の緊急なすべし。はい。以上の時には以上の形で一切の対策が決定される。水産隊の先出しは期待なく行われた。これもまた大切な戦力である。おにぎりを頬張る人々の心に安らぎと落ち着きが戻ってきた。無心に満足し、そして自信に満ちている子どもたち。この自信を持って我々もまた国家の緊急対策に信頼する。幼児たちのように笑みをたたえて必勝の気迫を貫こうではないか。